想像の5倍かわよ。買ってたら死ぬほど可愛いんやろな。バナナ食うんかよ。かわよ。ちなわいの家にはコウモリが住み着いとる。時々バタバタ音を立てるからちょっと不気味に思ってたけど、可愛いな。フルーツバットやね。チャラやん、ワイならもっと静かに食べれるけど。普段はイラが見られるコウモリってほぼ虫みたいな感じしとるよな。それはそれで可愛いけど。コウモリって奇数やろ普通。実際は過重数やつばっかや。マジ？吸血鬼とか嘘なんか？あとこいつの食い方歯のないワイの食い方にそっくりや。薄暗い時間帯に飛んでるよな。やばい菌まみれやから絶対触るなよ。壁の内側におるから大丈夫やと思う。壁の破れたところから顔出してきた時はさすがにビビった。今はもう封印してるけど。なんで蓋したん？奥へ逃げてったからどうしようもなかった。天井裏クソまみれやぞ。やーい、うんこハウス。犬やん。なんか目ん玉飛び出しそうで怖い。かわよ。奇数コウモリの方が少数派なんやで。飛び方が鳥みたいじゃないから怖い。ぶつかってきそう。2回喉詰まらせたかみたいになるのやめろ。コウモリ普通に捨てて触ってたけどなんともなかったな。夕方よく見ると割と飛んでる。手使ってくえや。ぶら下がってるでかいやつかなと思ったら違った。あらかわいい。たまに洗濯物にひっついたりしててビビるよな。空飛ぶドブネズミやろ。それはハトや。スズメにも行ったりするやろ。奇数やつは見た目からしてやべえ。きめえ。グロやんけ急に出てくんな。自分の毛が舐めさせてんの？病気不可避。狂犬病なるわ。なんだこの可愛いナルガクルガは。ナルガちゃんやんけ。かわよ。手のひらサイズのナルガクルガ買いたい。夢が叶う。怖すぎ。2枚目が拷問みたいになってて笑った。夜中じゃなくてもちびるわ。深夜に遭遇したら大声上げて逃げる。かすったら謎の感染症で死にそう。おっさんじゃん。てかこんなにでかくて飛べるの？この種は飛行じゃなく滑空だからね。まずどうやって高いとこに登るんだ。てか滑空でも飛べるってことは見た目に対して体重はかなり軽いんだろうから。噛まれさえしなけりゃ意外と襲われても大したことないのかな。メガネをコウモリはイケメン。ビビるというより腰抜かすわ。同じじゃねえか。どこの世界も怖そうで大きいやつほど装飾。昭和ライダーの怪人かよ。知ってる。フルーツコウモリじゃろ。でもこいつら筋肉ないからすぐ骨折するらしいな。こんなん都市伝説で語られる類の化け物やないかい。これで飛べるなら人も飛べそうだな。見た目によらずすごいビビりな割に人懐っこくてバナナとか甘いもの大好きなコウモリ。でも夜のベランダにぶら下がってたら泣くぞ。ウマヅラコウモリとかいうヤバい属性っぽいやつ。こんなんもいてるんかよ、初めて見たわ。ドラクエで見た。なん食ったらこんなにでかくなるんだ？昔の宇宙人の目撃談の中にはこいつが正体なのいそうだよね。フラットウッズモンスターとか。こんなんいたらドラキュラ伝説できるのもわかる。マジでこんなんいるのかよ。人間じゃないの。フルーツ農家からしたら大コウモリ類は害獣。口選ぶ島コウモリよりでかい。恐竜に近そう。意外と可愛い。バイオハザードの敵にいそう。銃で撃っても死ななそうだね。羽部分が作り物っぽすぎるんだな。傘みたいだよな。マジかよ。羽とか作り物だと思ってたわ。こいつらってずっと逆さま向いてるんか？うんこするときは向き変えるで。マジかよ。じゃなきゃ顔にかかるやないか。よう久しぶり。近所に住むコウモリが遊びに来たので手を振ったら手を振り返してくれたけん。なかなか愛想の良いコウモリだな。てっていうか翼だけどな。めっちゃ懐いとる。コウモリをペットとして飼っている男性の日常。ブローチみたいになってるやんか。コウモリって懐くんか。うちに迷い込んできたコウモリちゃんが可愛すぎるから見てくれ。可愛い？こいつどうしたん？飼ってるん？写真を撮りまくった後泣く泣く釈放いたしました。白コウモリの赤ちゃん。鼻がね。黄色い部分がプラスチックでできたおもちゃみたいや。こや白いわ。なお実写。スーツ着てても寒いんか。ピッチピッチに見えるけど意外とスカスカなんか。バスローブみたいやな。ウマヅラコウモリタンカワよ。ジャンがいるじゃん。ウマかな。ブッサ。ウマヅラやな。夜の帝王みたいやな。もう悪魔だろ。コウモリの羽って指でつくと簡単に破れそう。
コウモリって頭に血昇らんの？顔は犬みたいで可愛いのな。コウモリを上下逆さにするとイカス。ガバ。マジだった。露出狂同士の戦いみたいだな。ちっこ見せてるお前らにしか見えない。いい玉をしているね。金玉と足の組み方に目が行く。なんだこれ。ケワワワ。コウモリもブラッシングするんやな。歯ブラシ使ってんのくさ。電動使えよ。すげえ。なんでこんないっぱいいるの。病院の新生児室やん。保育園のお昼寝の時間かな。コウモリのキンダーガーデンじゃん。煽ったろ。めっちゃ煽っててくさ。コーギーが振り向いた時に一瞬立ち上がってからまた煽り始めるのポイント高い。その一瞬だけ立ち上がってさらに這い始めるのくさ。ふんって鼻で笑ってさらに煽り続けるのくさ。オンジェイ犬。これだから犬カスは。ジェイミン並みの煽りカス。これは畜生。人間の男は170センチないと人権なくて煽られ続けるっていうのは周知の事実だし、犬の世界にもあるんやろ。煽り犬。いっ犬、暖かくして寝る。すやー。かわよ。鼻が湿ってるので体調よし。たまに足が動き犬。爪のお手入れも完璧。おやすみ犬。見てるだけで幸せになる。健やかすぎる。前世人間じゃん。転び犬。可愛いけど心配になる転び方。これはバカ犬。甲羅吹いた。声上げて笑っちゃった。コーギーあるあるですね。綺麗な流れすぎて笑っちゃうわ。将来大物芸人になれるで。楽しんでその後のスーン、笑。そんな笑ったらすねちゃう。何回見ても笑っちゃう。犬の攻撃を早技で避けまくる兄貴がすごい。こら早技や。かわいい。これなら噛まれても痛くないわ。じゃれてるだけやん。実は犬が師匠だぞ。はえ、すごいんを。ジャッキー風。いっぬ、加速する。ドラム式か。上級覇王でねえ玉。これマスターガンダムかな。ガツーガやんけ。これがランジャ有心抜刀画か。東方不敗犬。根っこにはできないわねえ。こういうモンスターいそう。モーターエンジン犬。こんがりしたキツネ色の柴犬。おいしそう。くさ。食べちゃいたい。こんがり部門ならコーギーもなかなかいいぞ。いい匂いだ。いい匂いしそうだなと思って嗅ぐと普通に獣臭いのスコ。え、誘ってんな。くっそかわいい。かわよ。これはエッチ。くさ。セクシー。グラディアーヌ。誘い犬。かわいい。こいつらも本気出したら結構牧羊犬するで。頑張れして。うちのボーダーも撫でるのやめるとこれやってくるわ。なんなんやろな。うちのボーダーコリーもやるわ。鼻先でつついてきたり。顎乗せてくるのかわいいよな。かわよ。かわいい。アオリ犬。アオリカスなのはともかく最後ちゃんと締めるんやな。頭よすぎやろ。賢い。頭いいんやな。くさ。すぐ真似するのほんま賢い。やっぱゴールデンレトリバーが最高や。牧羊犬。グーカは誘導できてないんだよな。みこしやないねんから。仕事しろよ。ある意味賢い。一応羊を守っているのでよしとしようじゃないか。自分の仕事スタイルを持っている犬だ。これが本当のシープドッグだ。仕事の仕方が優秀すぎる。くさ。じっち散歩行くぞ。いっぬ。はい。後ろのコーギーの顔が何回見ても笑えるわ。え、マジでお前行くのかよって感じ。コーギー、何やあいつら。コーギーがドン引きしてるの好き。ドン引きしてるコーギーほんとすこ。むしろじいさんが犬に連れ出されとるんやぞ。うっ、ことしっこはせなあかん。柴犬って外でしかトイレしない子が多いらしいわ。首が浮いてるみたいで怖い。こんなの見ただけで腹抱えて笑うわ。なんかコラみたい。体乗っ取っただろこれ。超猛暑に夏は丸刈りが当たり前だぞ。サマーカットでもこんなに短く刈らないぞ。何が起きてるか分かってない顔。顔もやったれやう。尊厳破壊。ケルベロスーヌ現れる。これは冥府の番犬。コギベロス。かわよ。コーギー犬やん。地獄の番犬なのに弱そう。自分のこと可愛いと思ってそう。可愛い犬。餌3倍入りそう。胃袋は繋がってるから満腹感は同じやろ。かわよ。かわよ。やっぱ頭撫でるのは上位のものにしか許されてないんやろな。くさ。右のやつ撫でてやったのに不憫やな。一瞬で真顔になるのくさ。大型犬って表情豊かだよな。怒られた後のなんだよもうって顔ええな。マジで。は
って吹き出しがついてそう。これは、なぜだろう、美味しそう。サマーカットか。食パンかな？パンじゃん。パン？はは。桃じゃん。かわよ。かわいい。表情がディズニー。ええやん。表情豊かでかわやま。アニメみたいな表情しよるな。アニ犬くさ。お前らみたいな犬。なんで猫ってすぐ手出すんやろな。クリティカルヒット狙ってくるよな。ディズニー映画やん。プリン。なんちゅう格好で寝とるんや。プリンプリンやん。かわよ。食パンやん。かわいい。プリケツたまらんな。あわわわわわ。これはたまらん、お尻もませろ。かわいい。マジで倒れてるじゃん。力尽きてる。息倒れてるやん。疲れちゃったのかな。お母さんの真似をしてしまう赤ちゃん。こうしてるな、あれこうかな。わかないよ。かわいいかわいい。これほんま好き。ええなあ猫。散歩のため完全に傍観された犬さん。え？この大寒波に外行くの？これはご主人、行くんですか？やな。兄弟揃ってこの格好変じゃないですかねって訴えてますな。何かの冗談ですよね？って顔。行きたくないのね。違うんよ、足が寒いんよって言ってそう。なんだこの可愛い生き物は。新しい生き物。バン猫と呼ばれる夫愛の猫たちらしい。漫画に出てきそう。おめめくりくり。かわよ。わいやんけ。日本の家猫。これはこれでええやん。おっさんじゃん。しなびたおっさん。日本の猫のがええわ。おっちゃん。ウーバーイーヌ。これがウーバーイーツですか。腰ゆくだろこの体勢。イーヌー運ぶやないか。シバイーヌええな。シバイーヌって一番かわいいよな多分。ええ。飛んでてくさ。輝いてるねー。かわいい。命を輝かせそう。